こんにちは、タカラタクトです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。バイオハザード RE3、カルロス編ね、部員の、状況をね、続けていきたいと思うんですけれども、ジルにワクチンを打った後ですね、まあ、相棒も、帰ってきたんですけれども、まあ、結構負傷具合がひどいと。で、外にはお友達が、待っているということで、まあ、何か武器を調達しないといけない。そしてあのテレビで映っていたんですけれども、まあラクンシティを爆撃するという合衆国命令が、下されたということで、クロス新たな任務に、出向くわけなんですけれども、果たしてどうなるのか、ぜひねお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。何が出るかな。I'll try hacking into the hospital security system. Keep them off me in the meantime. Okay, now the push. おっと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 、ちょっと待ってよ、相棒、相棒何してんの。そっか、ここで守り抜かなければいけないですね。じゃあ使っときましょう。途中ね、多分ね強敵も現れると思うんだ。あっそー、待って、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってね、ちょっと待ってねと、しびれさせることもできると。取っていきますよ。こちゃんリロードで忙しいっちゅうね。ここは守り抜けなければいけない。やりますよ、やりますよ。なんかありますな。新刊、今頃新刊。オッケー、防衛戦いきますよ。意外と体力そんなにないんで、一応いけるかなと。プレーカー探しながら、ちょっと待って、ね、あ、なんか来たね、なんか来たね。おっと、なんか来たねと思ったら、やっぱ来たよ。きついなぁ。これを相手にしながら、やつを相手にしながら、きついな。いけた、やった、やれた。サイドパック、Thank you。 ちょっとブレーカー。あ、この部屋が、この部屋が、OK。じゃあ、こっちじゃない。
着いた。そろそろハッカーハンターも出てきそうな感じ。ちょっと待てい。寝とけー、そこで寝とけ。で、次はどうすれば。やべ、やっぱ無理がありますって。で、爆弾使ってなんだっけ？信管を取り付ける。ちょっと待てい。新刊どこに取り付けるって。ああきついな。どこにつけんねん、どこにつけんねん、どこにつけんねん、どこにつけんねんっていう感じで。ああそう、後ろからやめて。やりたいんだけど、ちょっと待てよ。 OK、 C4、C4 ね、C4 か、C4 をなんとかこいつを使っておいてと。相棒、ちょっと待ってくれよ。と爆破まで耐える。うわマジか、これ結構手強いな。いけるか。カーロス、you all right? Not even close. But at least it's over. I'm coming back.いや、本当散々だったね。Vaccine's the real deal. Good. You going somewhere? You damn right. What do you think you're gonna do? Whole city's about to be microwaved. Come on, man. Call the government. Tell them we found a cure. You stall for time. Ballsy motherfucker.
got good news. It's over now. The city's safe. Where am I? What's going on? Attention all citizens. The missile strike on Raccoon City will occur in just hours. The payload is designed to eradicate all biological material. You will not survive if you remain in the city. October 1st. Evacuate now. Repeat. No. Evacuate now. Can't be. This is not a test. さて、ジル編が始まりましたけれども、一番重要なアイテムと言ってもね、過言ではない、マグナムちゃんを取りに行こうかなと思ってます。マグナムちゃんです。欲しいですね、マグナムちゃんね。ジルがね、目覚めた時に、こちらにね、こういったのバーストモデル、ハンドガンのバーストモデルがあったりとかね、いろいろと、まあ、たまには困らないかなという感じですね。ですので、まあ、グレネードランチャーいらないかな。多分大丈夫かな。うん。ビビリなんでね。この辺りちょっと許してください。と言いながら置いていく。さあ。こんなもんでしょう。バッチリですね。では行きましょうか。マグナムちゃん。Morning, sunshine. You saved my life. I sure as shit didn't. That was all Carlos. He carried you here and he treated you himself, crazy bastard. Where is he? Went underground. Barge stockpiled the vaccine enough to give the city some hope. He thinks he can do this by himself. I'm going after him. Wait, did you see the broadcast? They're gonna blow the city sky high.I'm trying to get a hold of someone, anyone with the clearance to stop it. Leave this mess to him. He's a professional. So am I. Right. Guess I'm not talking you out of this. The storage facility is underground, beneath this hospital. I've lost contact with Carlos. So expect trouble. Okay. Yeah, かっこいいですね。私もよって。私もプロよ。まあ、ジルちゃん頑固ですからね。さあ、レッドハーブいただきましてと。この先に、あ、友達がいたんですけど、ちなみにハンドガンの性能としては、これ3連射できるんですね、バーストモデルね。なので、今まで使っていたやつとどこか、どっちがね、あの性能が高いかってちょっとわからないんですけど、いや、多分まだ、ここはここからね地下施設に行きますので後で行こう。誰だったっけ、ここに倒しておかないとねちょっとめんどくさいんですよね。あら、タワーの無駄遣いだった。さて、ジルちゃん得意のキーピックでね、いろいろ開けまくっていくんですけど、おっと、何が出るかな。出ました、マグナムの玉いただきます。非常にねマグナムがあると心強いですね。ただまだ手元にマグナム本体は、ありませんので、マグナムちゃんを探しに行きましょう。どうぞお付き合いください。マップを見るとね、なんか赤いところは、あの探索がまだ終了してないっていうようなニュアンスっぽいんですけど、ここは、あ、行けなくなってる？
ですよね。あ、炸裂弾があった。あ、これでいいんだ。これだけで終わり。ゾンビになってないか心配だったんですけどね。なるほどなるほど。おいで。ほう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 。ショットガンの兄貴いいっすね。頼りがいがある。さてと、こっからですね、2階に行きましょうか。2階。さあ、まだあちこち残党がいそうですけど、まあ、結構ね、カルロスがね、カルロスの時に結構駆逐したんで、大丈夫かなと、思いますよ。でもあの、ハンターだけはあの、なんかハンドガンでね、止められる気がしないですね。さて、さあ、この、城前、いろいろありますね。どっから行こうかな。よし。この理念室からの、治療室。行きたいと思います。まっすぐ行って右。まっすぐ行って右。おーっと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 。起きてますか？そう、ここだったね。さあ、これキーピックを使って、さあ、何が出てくるかな？マグラムいただきますと。さあ、そうすることでね、だんだんこの青、赤が青になっていくと。ということで、ここにもまだものがあるわけですね。お、ありましたよ。ということは、あ、これで OK、 これで OK。 ここに来てやっと地図のね、味方がやっと分かったという。さあ、それではまだ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 探しますよと。あれ、こんなとこあったっけ。ああ、ナースセンターに続くところちょうどいいのかな。病室がありますから、このまままっすぐ行きますか。ありましたね。なんか起きてそうな。あ、金庫があったところですね。え、開けられている。なぜだ。あれ、金庫開けたっけ。なぜだ。なぜか金庫が開いている。開けたっけな。さあ、ここにもじゃあどう、あ、強化火薬、なるほど。カルロスの時になかったもの、まあ必要じゃないものがあるわけですね。 OK です。じゃあここもじゃあブルーになった、いいですね。あれ、金庫開けたっけな。困りましたね。勝手に開けちゃいやん。さあ、あそこの、向こうね、アイテムを取ってから帰ろうかなと思ってますけど、ここ確かね、いるんですよね。おはよう。通してください。はいって言ってました今。ああ、そういうことね。双子ですかね。ちょっと通してもらいます。 OK、 これで一旦の OK。
さて金庫開けたっけな非常にもどかしいですな。さてさてさて、ショットガンの弾はまだ大丈夫かな。組み合わせていきながらと。預けちゃって、こいつらも預けますか。マグナムも今は預けておいてと。強化火薬も預けましょう。レッドハーブも預けておきますかね。お、いいかな。さあそれでは待望のマグナムちゃんに会いに行きたいと思います。マグナムちゃん、それでね、場所どこやねんっていう感じですからね。多分あそこでしょう。そう、そうスクイーズバー。カルロスでは通れなかったね。ジルちゃんのお尻が見えそうなったぐらい。はい、フリー。違う、先に急ぎましょう。さあ、ここですね。ここから中庭に降ります。よいしょ。普通はね、足くじくんだけどね。さあここでいただきます。マグナムちゃん、いや、かなり強いでしょう。でもジル、バイオハザード1の時ってジルはマグナム使ってましたかね。ずっとね、こうなんかロケットランチャーのイメージですけど。こいつは今どこだ。そうか、受付ぐるっと回って受付に方に行かないといけないですね。びっくりした。いましたね、そういえばね、ここね。一発でしたよ。さすがマグナム。 T 大丈夫だった大丈夫だった。力強いですね。でめっちゃ返り血浴びてますけど、ジル大丈夫。びっくりしたね、今ちょっと一瞬びっくりしました。ハンターの脇に当たったんでね、外したかなと思ったんですけど、さすがマグナム。さあここでキーピックを使って、さあそしてもうこれで実はキーピックはもうさよならです。名残惜しいんですけど、キーピックありがとう。また会う日までね。さあということで、さあここからいよいよついにね、地下施設に入っていくんですけれども、なんかこう音する。さあ地下施設行ってくるんですけれども、さあこの先に何が待ち構えているんでしょうか。そしてカルロスは無事なんでしょうか、ね、それはまた次回の動画で、お届けしたいと思います。では皆さん、動画最後までご覧いただきありがとうございました。ジルちゃんなんかだんだん乾いてきたね。すごいですね、このディティールもね。では皆さん、バイバイ。